迷子の牛だ。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。殺したか。ああ、一人だけだが首をはね。この調子なら気の済むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も叫ぶからさ。調べよう。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。朽ちた民家、無人だ。森の世話役は奇妙な音を聞き姿を消した。賊に襲われたのだな。
まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。